李氏は、北朝鮮の政治家、外交官で、朝鮮労働党中央委員会政治局員、同党中央委員会前副委員長、同党前国際部長、全朝鮮民主主義人民共和国国務、委員会委員、全最高人民会議外交委員会委員長。北朝鮮の外交の党活躍で、2016年5月末の党内序列は8位前後、内閣外務省、 行政部副部長を兼ねていた。また、実施の利始め赤は、金製鉄が主催する、放課組のメンバーでもある。1980年頃からリトールという通名で、中スイスジュネーブ代表団講師を務め、スイス留学中の金正恩の親代わりとして、看護をした。金正日とは、高校時分からの友人だったこともあり、彼の信任が厚く、この中スイス大使時代、 金正日の秘密資金の管理をしていたこともある。その後、前任の僕吉春に代わり、2014年4月から外務省。2016年5月に開催された、朝鮮労働党第7次大会で、党中央委員会初期に代わって新設された党、中央委員会副委員長に就任した。また党中央委員会政治局員、党国際部長にも就任した。 同月に訪中したが、これは北朝鮮の核実験やミサイル発射実験を受けて、冷却化する中国との関係を修復する意図によるものと報道された。これに続いて、同年6月29日に開催された第13期最高人民会議、第4回会議では、国防委員会に代わって新設された、国務委員会の委員に選出された。 2017年4月11日に開催された第13期最高人民会議第5回会議において最高人民会議外交委員会が19年ぶりに復活し、伊賀外交委員長に就任した。このことにより、従来外務省の主流派だった故郷社中継の勢力は交代することとなった。2018年3月25日、 最高指導者就任後の初外遊で中国を訪問した金正恩に、李ユキシュ人や、同じ朝鮮労働党副委員長の蔡劉海、金英哲らと共に同行した。2018年5月7日、初めて航空機を外遊に利用して、中国の大連を訪れた金正恩に、朝鮮労働党第一副部長の金、与えただしらと共に同行した。2018年6月、 米朝首脳会談のために、シンガポールを訪問したキム・ジョンウンに、金英哲副委員長や金与第一副部長らと共に同行した。2019年2月、米朝首脳会談のために、ベトナムを訪問したキム・ジョンウンに、金英哲副委員長や金与第一副部長らと共に同行し、5週、田島中央委員会副委員長らとハロン湾やスマートフォン工場などを視察した。 2019年12月、第7期第5回党中央委員会総会において、党副委員長、並びに、党国際部長の職を解任された。2020年4月12日の最高人民会議第14期、第3回会議で、国務委員会委員、並びに最高人民会議、外交委員会委員長から解任された。ありがとうございます。